オープン。ほら、すずき、こんな感じ。おいしそう。ということですね。いやいや、さっきね、思考シリーズの1本目が終わりまして、まあエンジンかかってきたかなぐらいのところでですね、ちょっとね、楽しく料理をやりたいと思いまして、いつもね、僕一人で作って食べてるんですけども、やっぱり酒好きの人呼んだ方がいいんじゃないかと思いまして、今回ですね、特別ゲストをお呼びしました。こちらの方でどうぞ。よろしくお願いします。違う違う違う、あの自分家の冷蔵庫みたいに使わない。ほぼ自分家。料理のお兄さん、リュウジのいとこの小雪です。よろしくお願いします。はい、小雪です。はい、よろしくお願いします、はいはい、雑になってくるな。飲むの早い。さっき思考シリーズを2人で作ってお腹にたまるもんだったから。そうだね。そうそうそう、だからやっぱりちょっとおつまみ系行きたくないですか。行きたい。しかもやっぱあったかいもん。いいね。ね、いいでしょ。いいね。今回はですね、担々風肉丼。いいね。地面で美味しい。いいね。地面で頼んじゃうね、それは。そうそうそう、これをですね、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきたいと思います。今回はね、めちゃめちゃ簡単。豚バラ肉 100g、 はい、肉豆腐の肉、豆腐、うん、豆腐が 150g で、無調整豆乳です。無調整豆乳、無調整豆乳、はい、で、あと長ネギ、これ2分の1本 50g ぐらいね、はい、で、これ生姜、今回生の生姜使うんですけど、うん、まあなければチューブでも OK、 あと僕らが飲む用のビールです。これは必須ですね。これ必須です、はい、あと調味料は概要欄。はい、ということでですね、じゃあ今回もね、楽しく飲みながらやっていきたいと思います。はい、乾杯。乾杯。乾杯。大丈夫、ギリギリじゃない。なんかね、最近酒多くなってきて、もともと弱いじゃん。まあ強くはないね、一族の中でも。そうだね、うん、一族の中でも最弱じゃん。そうこれ。四天王の中でね。入ってないのよ。入ってない。全然入ってない。俺雑魚。全然入ってない。序盤でやーって言われる。本当に酒弱いです。でも知ってた、俺世間的には強いおかしいな。でも最近弱くなってきたんですけど、まあまあまあ飲みながらね、はい、やっていきたいと思います。さっきも飲んでたからね、はい、そうだね、はい、じゃあ僕が飲んでるんで、はい、ちょっと小木さん作ってもらっていいですか。本当腑に落ちないな。じゃあ最初に野菜から切ってください。はい、長ネギはね、斜め切り。はい、わかりました。長め切りにしてください。長め切り、薄め、うん、そう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 、薄めで、こういう感じで、そうそうそう、はい、うん、今の運は私を見てじゃなくて、うん、ビールが美味しかった運、そうですそうですね、大変ですね、長ネギを切らなければいけない、俺にツッコミ入れなきゃいけない、比重がでかいです、ね、このチャンネルのゲストは、はい、できました、はい、ありがとうございます、はい、で、生姜も切りましょう、はい、生姜はね、すりおろしてもいいんだけど、うん、今回ちょっと千切りでいきましょうか、千切りで、ちょっとね、生姜効かせます。みじん切りがいいんだけどね。さあ、気をつけくんないかな、うん、なるほど、いいですね、ちょっとでかくない。え、嘘、もうちょっと薄く切る。じゃあもうみじん切りしようぜ。みじん切りしよう。え、みじん切りで、みじん切り、みじん切り、ちょっと今の飲みの気分だとちょっとみじん切りだった。オッケーオッケー。生姜ですか。生姜です。はい。ちゃんとやってもらっていいですか。はい、豆腐入れましょうか。豆腐で、ここ豆腐も崩しながら、そう、あ、そう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 、一口大に、あ、美味しそうだね、なんか崩しながら、美味しそうだ。で、ここに豚バラですね、ちぎるかな、ちぎるか、うん、肉豆腐になるぐらい、あー、オッケー、肉豆腐になるぐらいはもう、はいはい、はい、じゃあ、はい、じゃあはい、ちぎれました、乗せてください、はい、これも、乗せる乗せる、はーい、じゃあ、ね、レンジで作る、ね、レンジで作るから、レンジで作るからちょっと戸惑いがあるでしょ。そう、大さじ4杯大さじ4杯、うん、だからこれ見てえ、大さじ3かかる、すごくない、これダイソーだった、え、ダイソーね。大さじ3ね、はい、はい、1、そうですね、はい、はい、3倍濃縮タイプのめんつゆ大さじ2杯、はい、大さじ2、これで味を決めていきます、はい、あ、最高に合う、はい、そしてラップをしてください、はいはい、ギリいけましたね、はい、はい、で、電子レンジで600ワット、はい、5分です、はい、いきます、スタート、できましたよ、はい、はい、じゃあ出していきます、はい、これ熱いので気をつけてくださいね、はい、
僕は熱いの平気だから大丈夫。酔っ払ってる際はなお気をつけてくださいね。じゃあオープンします。オープン。ほら、すっごいいい匂いするでしょ、ほら。てか超いい匂いするんだけど。そしたらね、まあ、盛るだけですよ。そうそう、美味しそう。うわー、もうね、盛っちゃっていいから。無駄なものないね。無駄なものない。無駄なものも無駄な手間もない最速つまみ。そうそうそう、だってさ、酔っ払ってる時にさ、こんなさ、あの火加減とか見れない。やだやだ、見れない、やけどしちゃうよ。で、最後にね、ラー油。ラー油、はい、うわー、タンタン感が出ますね。これでタンタン感が出る。いや、美味しそう。ということで、タンタン風肉豆腐でございます。完成です。完成です。はい、それではですね、出来上がったので食べたいと思うんですけども、やっぱりね、はい、さっきのビール飲んじゃったのにね。飲んじゃったね、うん、じゃあここはもうパズレシピスタイルということで、はい、アイスを召喚したいと思います。召喚ちょっと、勘弁して1半のもね。そう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 、あ、ね、こね、こぼさないでしょ。どうぞ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 、すいません、どうぞ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 、すべての準備が整いましたので、はい、いただきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。乾杯。乾杯。あ、実家のような安心感。じゃあいただきたいと思います。取り分けましょう。あ、美味しそうだね。じゃ、いただきます。じゃあ、最初召し上がってください。いただかせていただきます。いただきます。ちょっと、お豆腐と、肉とネギ、ね、いただきます。あ、おいしい。うまい。なんかね、多分レンジ調理だからだと思うんだけど、うんうん、無駄な熱が入ってなくて、うん、ネギがまだシャキシャキなの。うん、で、脂身も落ちてないし、うん、あのスープにちょうどよく豚バラの脂が落ちてるぐらいの状態。うん、めちゃくちゃ美味しい。コメントうまいのか。じゃあ僕もいただきます。うまいね。美味しい、うん、豚バラの、あの脂もちょっとこうスープに溶け込んで、うんうん、ちょっとコク出てる。それ言わなかったっけ。言ってた。パクった俺。じゃあ、いっとく、ここらへん。山椒、山椒かホワジャオ。うわ、味変ずる、うん、ずるじゃん。味変カーフジェネレーションっていうね。いいから、味変カーフジェネレーションって言って。味変カーフジェネレーション。はい、じゃあどっちにしますか、今日。これ来たったらホワジャオかな。ホワジャオ、うん、ホワジャオで、はい、結構ね、味変でホワジャオってやってるんだけど。なるほどね。簡単にはホワジャオいきます。でめっちゃ好きかも、これフォアジャオ。うん、やっぱね、タンタンにはフォアジャオが合うよね。あ、うん、これはフォアジャオいいね。めっちゃ合う。これ全然なんか味変っていうかレギュラーでいいぐらいだわ。あ、うまっ。すっごい美味しい、ね、レンジで作ったとは思えない。思えない、思えない、うん、ということで、うん、とんでもないことにまだ2本目っていう。私が想像してたよりも出来上がってるので、ここからはもう私の介護になります。はい、よろしくお願いします。はい、あ、もうね、香りで飲めるね。え、うん、あ、すごそうじゃなかった。香りで飲んでる人見て飲んじゃった。ちょっと待って、あの飲み方がすごすぎる。、うん、飲み方がもう飛びすぎて。香りで飲んでる人を飲むってどういうこと。何。香りで飲んでる人を見て飲むって。